皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画では新イベントガチャ近寄りコネクトのメモリア性の評価をしていきます。今回はメインストーリーのメモリアっていうことで、この時のために貯めていた方も多いのではないでしょうか。といっても全員がそうではないと思いますので、性能目線ではどうかってところで語っていこうかなっていうふうに思っております。今回から新登場のチャーム引き換え券等もございますので、そのあたりも交えまして、引くべきかどうか、引くならどこまでかなどをお話ししていきますので、現状引くかどうか迷われている方はぜひ参考にしてみてください。またこのチャンネルではラスバレに関する攻略動画、ライブ配信だけでなく舞台や原作などのアサルトリリープロジェクト全体を盛り上げるために動画を制作しております。アサルトリリーが好きな方は楽しんでいただけるチャンネルかと思いますので、この動画が面白いと思っていただいた方はぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。ということで、まずは評価基準から見ていきましょう。はい、それでは評価基準を見ていきます。前回まで7段階で D ランクまで作っていたんですけど、新メモリアでそこまで弱いものはもう存在しませんので、一番下で C ランクとなります。それでは下から見ていきます。 C ランク、スキルは弱くないが現在の環境にマッチしていないのでスルー推奨。 B ランク、スキルは弱くないし環境にもマッチしている、枠が足りていないなら確保した方がいいが枠が足りているならスルー推奨となります。枠が何のことかわからない人は第3回のヒーラー講座か支援妨害編成の組み方の動画を参照すると言っている意味がわかるかなっていうふうに思います。わかりやすいところで言えば、炎属性オーダーに合わせて編成組むときに、支援の方は攻撃力アップ札は12枚は欲しいところですが、炎属性の攻撃力アップメモリアがまだ12枚揃っていないみたいな状況ですね。 A ランク、スキルは強いが環境にマッチしていない、とりあえず確保しその環境が来たら限界突破を進める。ただしガチャを回すほどではないのでメモリアメダルがない、もしくは取っておきたい方はスルー推奨となっております。 S ランク、スキルが強く環境にもマッチしている、確保推奨です。ガチャ引いてもいいですし、メモリアメダル等で交換するのも OK。 ただし課金するほどかといったらそうではないので、ジュエルもメモリアメダルもない方はスルー推奨です。SS ランク、スキルがめちゃめちゃ強いが環境にはマッチしていない、環境が来れば間違いなく人権クラスですので課金してでも取っておいた方がいいメモリアとなります。 SSS ランク、テキストに強いことしか書かれていない人権メモリアです。いかなる手段を用いてでもゲットしていきましょう。とここまで評価基準を見てきましたので、ここからは実際に性能評価をしていきたいと思います。はい、それでは性能評価をしていきます。まずはこちら、聴覚性メモリアの妨害です。評価は C ランクです。毒性攻撃力ダウンのスキルは弱くないんですけど、現状最後に炎属性を持ってくる特殊レギオン様はほとんどおらず、環境にマッチしていないのでこの評価となります。ただ枠の問題として、毒性攻撃力ダウンは5種は少なくとも持っておいた方がいいので、まだ5種揃っていない方は聴覚性で他のメモリアも使えるっていうことを考えると、ギリギリ B ランクに入れてもいいラインかと思います。続いて回復は B ランクです。同じように特殊って観点で考えると環境にマッチしていないのですが、毒性防御バフっていう観点で考えると最悪通常相手にも入れれますので、枠がまだ足りないっていう方なんかはゲットしてもいいかと思います。続いては特殊は A ランクです。こちらは環境メモリアではありませんが、現状水が1つも2つも頭抜けている中で、いずれは水属性メタが増え最後に水を持ってきにくい環境が来る可能性がございますので、そうなってしまった時でも対応できるように今からもう1属性の札は集めていくのがいいかと思います。この環境が来たら完登させていけばいいので、とりあえず確保は推奨です。ただし A ランク評価なのでジュエルを使用してまでは獲得しなくても大丈夫です。続いては通常です。こちらはこの後紹介するジャガンタツサと全く同じ理由になりますので、ここは一旦割愛します。それではジャガン解放の通常は C ランクです。現在最後の水を持ってくる環境では通常炎は息をしていないんですし、水を最後に持ってくる特殊っていうのはしばらく変わらないと思いますので、通常の方は風属性か水属性に絞って札を集めていってもいいかもしれません。ただいずれにしても最低でも枠は埋めた方がいいかと思いますので、まだ炎属性ダウンが5種ない方は B ランクくらいにはなるかと思います。先ほどの聴覚性は
炎属性防御力が低いほどダメージが上昇するっていうものになりまして、相手の回復依存になってきますので、こちらは無条件でスルーでもいいかもしれません。そして邪眼解放の支援は B ランクです。こちらは炎属性の時点でもう評価はそんなにできないって感じではありますが、ただスキルは効果量アップで妨害環境にはマッチしています。ですので今の環境を考えると、言うて普通に炎属性は最後に使わないだけで戦力の中に取り入れているレギオン様も多いので A ランクぐらいにはなりますが、これからのことを考えると効率的に見た時に炎の札ではなく風か水の札を取りに行くようにシフトした方がいいっていう意味で B ランクです。続いてはこちら、真打ち登場矢での特殊と支援は聴覚性の特殊と全く同じ理由で A ランクです。水を最後にしにくくなった後の考えると、2本目の柱は作っておいた方がよく、さらに通常が最後風を持ってくることも今後増えると予想しておりますので、それに対抗するためにも炎属性の札は今のうちから集めていった方がいいかと思います。最後はやがて運命は扉を叩くの通常のレジェンダリーメモリアですね。こちらの評価は S ランクとなります。それはスキルはレジェンダリースキルダメージローアップ4とめちゃめちゃ強いだけでなく、炎属性使用中は2体確定ヒットするのがめちゃめちゃ強いからですね。ただこれまでずっと言ってきた通り、環境メモリアではなく最後に炎属性を持ってこないのであれば最悪スルーできるっていう立ち位置で S ランクとなります。もちろん基本的に獲得は推奨になりますが、 S ランク評価なので課金まではしなくて大丈夫とは思います。それでは総評に移ります。性能的には通常のレジェンダリーメモリア以外はガチャを回す必要すらないかと思います。というかこのガチャを回すぐらいなら今来ているアルティメットガチャの方を回した方がよく、ボーナスメダルもリコネクトガチャと共通ですので、どのみちボーナスメダルではアルティメットメモリアと交換できませんし、アルティメットガチャを回して溜まったボーナスメダルでリコネクトのメモリアと交換するのが一番おすすめとなっております。ただ前衛の方は衣装コンプという最低限の目的がありますので、 HP を上げたい方は衣装獲得まで回すのはありですが、無課金美課金の方はどのみち HP をそこまで上げることができませんので、今回の通りで大丈夫です。全然課金できるって方は性能関係なく HP を上げるために衣装はゲットしていきましょう。またメモリアの総評はそうなんですけど、今回チャームの引き換え券が66連でもらえるじゃないですか。ですので支援妨害の方は66連までは回して OK です。というか回した方がいいですね。こちらのハイタンケムは通常攻撃力と特殊攻撃力のどちらも攻撃値が素の状態で2万800ありまして、属性効果も炎水 6% で特に妨害の方を汎用的に使えるのと、現状炎水効果はこちらのクルーサーオール SP アイスの 4% のものしかなかったので、ここで 6% に更新していきたいんですよね。以上、新イベントガチャ誓いのリコネクトのメモリア評価をしてきましたが、動画の内容いかがだったでしょうか。今回の評価はあくまで性能目線で、マイ様を引きたい、タズサを引きたいっていうような感情的部分は全て排除して考えておりますので、そこはご理解いただいた上で、それでもキャラで引きたいっていうのが出てくればその感情を優先していきましょう。僕もスズメやユニは感情を優先してしまっていましたからね。後でモヤモヤが残らないよう、うまく感情と付き合いながら一番自分が楽しめるガチャの引き方をしていただけますと幸いです。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画や配信でお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。